粗品です。せいやです。うさあ、というわけでですね、はい、昨日で一回なんですか、リモート飲み編みたいな。はいはいはい。一回やりましたけれども、今日から第2弾ということで、はい、はい、収録日別日になっておりまして、再びまた乾杯しましょう。はい。ちょっと乾杯します？はい。1週間ぶりですって。1週間ぶりの。あ、1週間ぶり。ええ。私は今日も。はい。あれ？またビール瓶。あ、ちょっと。瓶ビール。ビール。好きや。ビール瓶で。好きやな、ビール瓶、お前。瓶ビールね。俺、瓶が好きなわけちゃうから、ビールが好きやから。ビール瓶。東京2020オフィシャルビールらしいですよ。なんか、朝日さんの。ええー。どうしようかな、俺。でもちょっと今日いいグラス使おうかな。お、ええやん。ちょっと、テーマ、寺と神社ってなんか、滑らない話で繋いどいて。あるか、お前。滑ったらどえらいたたり合うやろ。なんやねん、寺と神社って。うわ、うまそう。あ、いいんじゃないですか。これどこ置こうかな。この間もね、ちこぼしちゃって。ちょっとどうしよう。ここか。すいませんね。さあ、今日も飲もうや。もう、飲まないと。ちょっと待ってね。頼むで。まあ、酒いっぱいあるからな、せいやさんち。あれ、どこ行ったかな、あそこね。この、反射してテレビに歩いてるの分かる。めっちゃ汚いな、ほんで。何じゃ？すいません。いや、汚いなと思って、部屋。相変わらず。全く汚ないよ。汚いやん。いや、この、自粛期間に結構片付けたから。いや、映ってるんで、その、テレビに反射して。え、これ。汚いで、かなり。いや、うっすらテレビつけてるから。え？そういう画面？そうそうそう。うっすいテレビのね。いや、お前んちやけどな。テレビ出てんの、お前んちが。どういうこと？いや、来たなの。一瞬見るか？一瞬見してくれや。これ、カメラこうできへんのか？この MacBook Pro は。ああ、外にはついてないっすね。一瞬やで、お前。まあ、モトエブラントにしてくれや。あら。おお、持ってますね。じゃあ、一周させるわ。頼むわ。てんてれれ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 助けてくれ。助けてくれやないか。めちゃくちゃ汚い。酒は何ですか？お酒の前にこのグラスね、これ。あ、それは何でしたっけ？これなんと、土屋太鳳さんにもらった。ねえ。すごい。これやんな？それそれ。富士山の。これね、土屋太鳳さんとお仕事なんか関連でさしてもらって、まあ一緒の業界人ということで、なんかいただきました。違う、俺が土屋太鳳さんと個別で仕事して俺にお土産くれたやつね。ほんでついでにそのせいやさんもよかったらってめちゃくちゃ優しいお土産やから俺と同じやつお前にもくれたっていうエピソードを言わないと。えげつないおこぼれでいただいた粗品さんに。太鳳さんが優しいというエピソードですか、ね、そう、すごい。俺なんか関係ないのに、粗品さんのおこぼれでいただいた、じゃあ太鳳さんのグラス。はい。ありがとうございます。いいね。日本一ともかけてるらしいですよ。なあ、M1 のこれ、うん、富士山。これ、あんま出してないもんな。そうやな。俺も使ってないな。使わな。さあ、どの酒で。さっき謝った、確かに、
粗品さんがおるから今のボケ成立するやんか、この土屋太鳳さんと仕事してみたいな。はいはいはい。で、この前なんか大阪のミキさんのなんか深夜番組みたいな出た時に、お宝拝見みたいなコーナーで、なんか俺これ出して、はいはいはい。あの粗品のこぼれでもらったのに、これすごいでしょみたいな自慢して、うん。で、オチで、あの粗品がでもほとんどあの、はいはいはい、関係あった仕事でもらっただけなんですみたいなのをやろうと思って、はいはい、あのどんどんなんか変な方向行って失敗して普通に自慢で終わっちゃいました、すいません俺がなんか土屋太鳳さんと仲いいみたいになって終わったいやまあええや別にで失敗したすまん、なんやねんそれそんなあんねんな、だからといえばなんなんなんそれ、やっぱさお解決ゾロリのさあ、ゾロリ？そうそうそう。ええけど、ゾロリ。やっぱこの、皆さん見ました？この。ああ、それな。そう、粗品とセイヤが。すごい。出てるんですよ、これ。しっかりおならセイヤ。そう、粗品。でしょ？これも。それはお宝や。ね？原豊先生、うん。これやっぱ三大ハラーの一人ですからね、原豊さんっていうのは。三大ハラー？誰ですか、はい、え原ゆたかさんでしょ、はいはいはい、ほんで原ゆう子さん、桑田佳祐さんの奥さん、はい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 、原&原、いやなんか言うてたなそれお前、それ俺がそれどんな人なんて聞いたやつやろ、僕やったのになんかラジオかなんか出てたなそれ、そうそう、原監督か、原ゆう子さん、ちょっと普通に入らんから、三代。振りでおかしい。入るわ、お前。入る。入るわ、あれ、ゆっこさん。あわ、見てよ、もうこんなんなって。頼むわ。これ足してるからな、一回。足してこれよ。もう、ちょっと早く、乾杯しようぜ。いつ言われるかなと思って。一週間ぶりやから。どう最近のもうええてこれおわわ少ない、生まないでこれ予想、俺は、うん、もう2個ぐらい言った時に、うん、ぬるるよーっていうコミ予想した、あーなるほどなるほど、それかあわもう2個、あ確かにちょっと早めやった予想よりはそんだけ酒好きってことやな、ええからさ、じゃあ、してよ。と思ってます。でもね、どれ飲もうかな、もうマジでどうしようかな。炭酸がないのかな。炭酸が切らしてる。お湯作って、ホットウイスキーにするかやな。ホットウイスキー、何それ、キモいの飲むな、お前。キモないわ、お前。めちゃくちゃうまいよ、あれ。まあ、ちょっと、とりあえず乾杯しようか。乾杯しよう。オッケー。まあ、オンライン飲み、霜降りチューブ定番になってきてますか。だから、動画の本数で言うと11本目とかになってるのかな、この感じのやつ。そうですよね。昨日で一区切りついて、今日からまた酒です。あんま覚えてないねんな、前回の最後の方。あ、そんな飲んだやん。なんか適当に喋ってた感じやな。酒飲んでるし。まあ、ですからね。そうそうそう、そうなんや。まあでも俺 もう最近夜ジョギング行ってるからちょっと抑えてるわ。うん、このリモート飲み会。ベロベロな、あー知らねんから、やっぱりちょっと あの水割りにしました、焼酎、すいません、お待たせして、しますか、はい、お疲れ様です、いい、イエーイ、飲もう、あ、飲まい、うお前好きやな、ビール、瓶、お腹出えへん、ビール出てんねん、ちょっとなあ、ちょっと出てる、父ちゃんみたいになってきた、だから粗品さんの、うん、あの体型でも全然なんていうの、あの血糖値とか高いパターンあるもんな、うん、ある、
糖尿とかね。なあ。この、前もちらっと言いましたけど、この瓶ビールはあの、うちの実家の焼肉屋でずっと、これなんですけど。はいはいはい、アサヒ。このアサヒさんがね、なんか、うん、何ビール一本買ったらシールついてきて。ほうほうほう。でそれをシール貼ってハガキ送ったらあの生ビールのサーバーが当たるみたいな。あるな。キャンペーンの時にあのうちやっぱこのケースで瓶ビール、うんうんうん、でお客さん出す時栓抜いて出すから、うん、で栓の上にシール貼っててそれ小学校の時ずっと集めてて、ほうほうほう。であれ当たりましたよ僕ら生ビールサーバー我が家。おい。これ送りまくって周りで当たってる人初めて見たわそれすごいやろ。あれちゃんと当たったんや。あれちゃんと当たる。嘘やと思ってたもん、サーバー。あれほんまに当たんねや。ほんまに当たったで。な、100名様に当たるとこのやつやろ。そうそうそう。ちゃんと当たったんやですけど、当たりました。もうずっとこれやもんな。そうやな。しばらく続くでしょ。明日からもまた、オンライン飲みしながらちょっといろんな企画とか。あれどうしました。おお、言ってる。てるね、めっちゃ綺麗なグラス、それほんま。いや綺麗。富士山。うん、これいいね。お、ほんま土屋。あ、やっぱなんかタオちゃんにお返しもせなな、はよこのねご時世が終わったら。お返し。うん。いらんやろお返し。いやなんかやっぱグラスもらったからなんか。まあね、いただきましたから。そう。なんか一日買い物とかついていってあげよう。いやいやいや、何がやん。ついていきたいんやろ。いやいやいや、もう普通にそういうなんか芸人と俳優みたいな絡みはなんかせんでいいからさ、もう二人ともドラマで。何がやねん。やめとけよ、お前。畑一緒っちゃ一緒やろ、もう。いやいやいや、全く違いますよ。その、とんでもないあれですから、あの、俳優なんか言えへんよ。鈴木亮平さんの熱さ見た？ラジオで来た時の。あんな人ってお前、それであかんよ、それ。はあ。勘悪いな。はあ。なんでわからんねん。さあ、また明日からじゃあ、はい、いろんな企画やりますか。もう、これしばらくこれですもんね。しばらくこれ、もう飲もう。うん、もう飲むしかないな。飲むしかねえよ。飲むか。ありがとうございました。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。